もう入れか。おいおい、バナナめ、何のつもりだ？早速歓迎会でもやってくれんのか？いいぜ、正面からやってやろうじゃねえか。忍者ごっこやんのは一人で十分だ。待て、バナナが。これは俺？だけでこれはやりすぎじゃない？お猿忍者さんを倒すため、少女は両蘭忍法を継承すると心に決めた。彼女は己の忍号を蘭波と定め、マスター駆茶の下で修行を開始したのだ。蘭波に忍法の秘奥を悟らせるため、マスター駆茶は彼女に過酷な試練を課したが、闇に覆われる忍びの都を解放するため、蘭波は度重なる試練を乗り越えた。マスター駆茶は分かっていたのだ。蘭波は真の忍者になりつつあると。そして彼女が背負うべき使命が間もなく訪れること。忍と蘭波。はい、ここに。弟子入りして早5年、お主は苦行に耐え試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両蘭忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、マスター駆茶の恩情に心より感謝する。この巻物を持っていけ。これには両蘭忍法の奥義が記されておる。その奥義は、邪推が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよう。だが拙者は何を書けばいいのか。それはわしにもわからぬ。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならぬ。結局ブートヒルとは連絡がつかなかったな。ねえ、うちら蘭波を信じてもいいのかな。失礼な言い方かもしれないが、今彼女がレンジャーであることを証明できるのはその奇妙な言動だけだ。だが彼女の懸念も理にかなっている。実のところ俺も少し変だと思う。この突如巻き起こったサルブームはどうも怪しい。うんうん、よく考えたらあの猿の存在感って怖いほど大きいし。そうだな、一度講義に出てみるのはどうだ。え、でも講義って全部取り消されたんじゃないの。もうすぐドリームメイク学部でドリームメイクデザインの講義が開かれる。講義と銘打っているが、実際はそれも学園祭の一環だ。バナーネモンキーのブームは不自然さが勝る。
もし波乱を助長しているものが存在するのなら、まず疑うべきは教職員だろ。じゃあ行ってみようよ。どうせそのうち講義は受けないといけないんだし。ドリームメイクデザインの講義は舞台広場だったよね。出発出発。あ、ラーハもいる。うちらと同じ目的で来たのかも。卒業する。大間違いだ。バナーネモンキーは決して普通のキャラではない。夢というのは潜在意識のキャンバスであり、夢の中ではバナナにもあらゆる感情が芽生える。無数のファンの愛を一身に受けるバナーネモンキーならなおさらだ。おお、どうも。バット忍者さん、ルリ忍者さん、飛竜忍者さん。一人ずつ挨拶する必要はないと思うんだけど。それよりランハも講義を受けに来たの？うむ、忍者の見解は大体同じだ。この講義と呼ばれる道場には裏があるに違いない。それとこの地には邪水が出現する。忍者さんの皆は慎重に慎重を重ねて行動するように。全員集まったようだ。では、バナイクの時間だ。今回の講義の内容は、キャンパスを皆の好みに合わせて飾ることだ。皆、これを持っていけ。今日構成する物質は現実とは異なる。つまりドリームメイクも当然現実の建造とは勝手が違うということだな。今君たちが手にしているのは奥室によって作られたビーム染料だ。その染料でこの壁に絵を描いてみよう。テーマは私、それと皆が大好きなバナーネモンキーだ。つまり講義の内容はお絵かきってこと？いやいやいや、そこの君、ドリームメイクとお絵かきは大きく異なるぞ。そうだな、私が手本を見せてやろうかな。わあ、一瞬で絵ができるなんて魔法みたい。心を落ち着かせ、作り出したいものを頭の中で形にする。感情と材料を共鳴させれば、想像したことを夢の中で実体化させることができるのだ。これがドリームメイクだ、バナ。なるほど、バナ。え？バナナナ、心配は無用だ。ビーム染料は見た者の感情に影響を及ぼす。どうやらこの絵を目にしたことで君はよりバナ語を理解できるようになったようだな。素晴らしい。お手本はここまで。さて、試してみたい人はいるかな？どうなってんのこれ。口が勝手に動くなんて、この講義やっぱりヤバいのかも。俺が探りを入れてくる。でも、もし炭鉱までバナバナし始めちゃったら目立ちすぎない？やっぱりうちらが行くよ。ほら、うちもこの子も真面目じゃないし、お笑い草になってもそこまで目立たないでしょう。そうこなかっちゃ。バナシ、うちらそれやってみたい。私も試してみたいです。いいぞ、上がってこい。よくできた者には単位をあげるバナ。
早く書くんだ。もたもたしてると講義が終わってしまうばな。まずは心を落ち着かせる。そして作りたいものを頭の中で形にして。バナナ。じゃあ宿嫁だ。寝ぶさげ、土肥のうほい、わめきのぐそち、主意請求、おみの収集し、黄金のモルク、ノイケイワレサテンマだ。のちた下は二代あるわ。ノーメンウオルサク二冠な。最後に感情と材料を共鳴させる。完成したのか。そろそろ時間だ。早速採点を始めよう。おお、この作品、なんだこれは。ゴミ箱しかないじゃないか。猿はどこに行った。猿はこんなのは0点だ。土肥のうほい、のみき2作、触るシャンク、砥石田男探問、くぬらつわせし、のこばみごよりこ。では次の作品を見てみよう。これは何ばな。説明するね。忍び六宗章、なんて力強い標本だ。瑠璃忍者さんは実質常忍だったのだな。そうじゃなくて、ドリームメイクのやり方と六層表の作り方が似すぎてて、うまく区別できなかっただけ。すごいバナ。短時間でこれほど大きな作品を作り出せるなんて、プロのドリームメイクモンキーに匹敵する腕前だ。ああ、ミスターレックは嘘ついてなかったんだね。うちは本当に天才だ。だが0点だ。なんで。氷をこんなに出して何になる。重要なのはバナーネモンキーだ。たとえプロのドリームレイクモンキーでもクライアントのリクエストには従うべきなんだ。なんでよ。自由が大事ってバナフェッサーも言ってたじゃん。そのリクエストは全然自由じゃないし。君に講義でいたずらする自由があるなら、私には0点を与える自由がある。これで十分自由だろう。気候で目立とうとした代価だ。もう下がるばな。うん、理不尽。最後は、ん、何もないではないか。バナーネモンキー、バナーネモンキー。もういい。口はバナナを食べるためにあって、ドリームメイクに使うためのものではない。拍手は0点だ。待ってください。もう少しだけ時間が欲しいです。バナーネモンキーへの愛がなければ時間がいくらあったところで書けないだろう。そういえば君はクラスで成績最下位だった、バナナ。違います。下から2番目も何回か取ってます。ああ、君のような学生を見てると心が疲れる。木登りの才能がない猿は永遠にバナナを手に入れることはできないのだから、自分をここまで追い詰める必要なんてないだろう。早いところ現実に向き合い、この道を諦めた方がいい、バナバナ。君には理解できないだろう。こ
この言葉に包まれている話の愛よ。なんといっても君とさっきの学生には才能がある。だが白紙を提出した彼女にはそれがない。永遠に手に入らないものを追い求め、いくら走り続けたとしてもただ幸せから遠ざかっていくだけだ。諦めろ、諦めるんだバナ。お主、話は終わったか。終わったのなら目をこっちに向けるといい。何、君は誰だ、いつ上がってきたんだ。待て、それは何だバナ。これは両乱封印だ。ではご評点願おうか。教頭、邪水さん。何が評点だバナ、消せるのだろうな。これはスイーツニントさんが心の中で想像している風景だ。先ほどお主が振り返った瞬間、彼女の心からインスピレーションの泉が湧きあふれた。その間わずか 0.1 マイクロ秒、拙者のスーパーアイサイトをもってしても捕捉することはできない。